始まり始まり。昔ある20億年の話のことです。ワニがここにちっちゃいペンギンを4匹は食べるワニがいました。ペンギンだけとってもカワウソのスクリッキーやらを食べていました。ある日ちっちゃいペンギンが3匹しかいない保育園です。3羽が昼寝をしてお気をつけください。私そこへワニは後ろからやってきます。そしてペンギンのスープを食べます。助けそしたら終わりで、そう、ちっちゃいわ。おけた、かかがてんに。へぇ、おくり、わっおい、なんと、最初に一匹目を食い、チラシ、そして、そして、一匹目が、ギャー食べつきたのパリッパリッとクラッとか飲み込んでいあとで食べてそして食いましたもう食べようとしたところで先生子供たち、おレスキューするため背中をつこうとされたが、その時ワニが口を開けなかった。どうやろうと思ってしまったが、ペンギンの先生は食べかかれてって飛べずに、こっちに食べられてしまいました。そしてそしてワニの子供たちなんと逃げ回り、そして一匹がワニが吐き出されるためにポーンとすると一匹なんと警察官になるために、それからいつまでも警察である大王たちを捕まえました。めでたし。